大相撲ツイン企画ファイト一発若隆景スタートです。皆さんこんにちは、 YouTuber のゆいこです。いつも動画をご視聴いただきお付き合いいただきまして誠にありがとうございます。また大相撲の関連企画への温かい応援も重ねてお礼申し上げます。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながります。ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いいたします。はい、では忘れないうちにですね、今日のお客ちゃんは、順番違ってないかな、順番ちょっと忘れちゃった、うっかりしてた。一番右は小ヤギのゆきちゃんのダナちゃんと、ダナちゃんの手前にはルンちゃん、そしてルンちゃんとラナちゃんの左隣は、ゼニガメのサンシ君、そしてサンシ君の左隣は、ドラミちゃんのチミーちゃんに、一番最後はランちゃんだったかな、ちょっと間違ってたらすみません。じゃあ勝之さんの呼び出しは、東若隆景若隆景は、琴勝峰と対決しましたけれども、琴勝峰に敗れて、でそれでですね、いろんな思いが交錯して、もうずっと涙が止まらなかったんですよね、若隆景に対して。今までこう応援して差し上げてたんですけど、ただ関脇、ただ関脇という地位だけで応援していただけだったんじゃないかとか、これをね口にしたら今でもうるってきそうなんですけど、本当にこう地位は関係なく、関係なく地位は、地位にこだわらず、関脇という地位にとどまらず、ファンでいられていなかったんじゃないかなとか、いろんな思いが交錯してですね、もう今もうるってきそうなんですけど、涙が止まりませんでした昨日は。はい、うん、ファンだったらちゃんとこう人間としてダメですね、もう人間としてちゃんと見る必要があるなって思ったんですよね。もう今でも涙が出そうなんですけど、そうちょっと目で拭いちゃう。もう涙がね出ちゃったんですけど、本当にこう一ファンとして応援して差し上げていられてたかどうかっていうのが、うん、できてなかったんじゃないかなと思って、そう、それでね昨日ずっと涙が止まりませんでした。手で拭くなんてどうかなって思うけど、いや今日はね翔猿戦ですけれども、はい、今回の結果がどうであれ、引き続き一ファンとして後援会にも入っていますから、5月場所もそのさらに先の7月場所も、関脇という地位にとどまらず、1位力士として応援して差し上げたいですね。なんかもう感極まってもう涙が出ちゃいましたね、すいません。もうなんかちょっとしたことでもね涙が出ちゃうんですよね。はい、あどうしよう、久之助さん、久之助さん、じゃあこの次の次がですね豊昇龍ということで、じゃあ勝ち名乗りの後にじゃあ今回、まとめてやりますね。でも、若元春と翠富士戦、
若元春が見事に破りましたね、翠富士。はい、で明日は23日は若隆景戦ということで、私ウクレレにの教室に行っててリアルタイムではラジオ拝聴することが難しいんですけど、ぜひ白星出してほしいですね、若隆景好きに。もう私応援するときはわっくんと、推しの力士ですっていう意味でね、独断で呼び名を考えました。翔猿戦ですね。あ、そうなんだ、白星出してくれるといいな。あれ待ったなし自分の、あ、わっくんいけー、やったー、送り出し、やったー、よかったよ。じゃあ後でまとめてやりますね。わー、やったー、涙を。はい、送り出しですね。なんかもう、あ、組み合わせてあったっけ。あー、ちょっと待って。じゃあ、久之助さんは東方関脇若隆景、福島県福島市出身荒汐部屋は、組み合わせて玉次郎さんあったかな。なかったらすみません。次は待ったなしは、次は手をついては、そして送り出しだよね。じゃあメインの残ったは、ですね。そして勝ち名乗りは、となります。で久之助さんは、ただいまの決まり手は送り出して若隆景の勝ちは、でした。はい、涙ありの動画でしたが、最後はお日様が出てきましたね、私の顔に。はい、というわけで大相撲ツイン企画ファイト一発若隆景をお届けいたしました。いかがでしたか。はい、次の次豊昇龍の取り組みがありますけれども、まだちょっと時間あるかな。いやー、もうおそらくさっきも涙が出るってことは、ファンでいられてるっていう証拠なのかな。でも、うん、今までの応援の仕方が関脇という地位にとどまっていたんじゃないかなと、そういう思いが込み上げてきてね、昨日はもう涙が止まらなくなっちゃったんですよね。もう一人でずっと泣いてて、はい、でも今日は白星出てよかったですね。はい、明日は翠富士戦ですけれども、私はウクレレ教室でリアルタイムでは拝聴することが難しいんですけど、白星出してほしいです。はい、ということで大相撲ツイン企画ファイト一発若隆景でした。はい、おめでとう。というわけで今回の動画はここまでといたします。最後までご視聴いただき、お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。チャンネル登録や動画の高評価ボタン、コメントをいただけると活動のモチベーションアップにつながりますので、ぜひ皆さんの温かい応援よろしくお願いいたします。やだ、もう涙拭うところ、ちょっと恥ずかしい、めちゃめちゃ恥ずかしいけどカットしたいかも。でもいいや、ありのままの、私をということで、はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。 YouTuber ゆいこでした。それではまたね、バイバーイ。